本堂雲宝寺は、山梨県甲州市塩山上荻原にある寺院。臨済宗妙心寺派の寺院で、本尊は十一面観音像。山号は、烈石山。甲府盆地東部を流れる笛吹川支流の面川、上流部、青梅大間を大菩薩峠へ向かう登山道沿いに立地する。自伝によれば、元は、真言宗もしくは、天台宗寺院で、天平17年に、行基が、大石が酒一夜にして吐いた歯茎から、本尊の十一面観音を彫刻し、開山したと伝えられている。室町時代には、恵林寺住職の絶海中津が、観音堂改修の浄財、観望を行っておりこの頃には、恵林寺末寺として、臨済宗に改修していたものと考えられている。戦国期には、甲府が改修後武田氏の本拠となるが、雲宝寺は、甲府の鬼門に位置するため、甲野国史によれば、武田氏の祈願所となっていたという。天文年間に火災に遭い、正金禅師の尽力と改修後、武田信虎、晴信の支援により復興された。永禄元年9月25日に晴信は、住職奉書記室に、武運長久祈願を命じている。天正10年に、武田勝頼が一族と共に、天目山の戦いで滅亡した時、武田家の家宝である、日の丸のお旗、孫子の旗、諏訪信号機、馬表記などを山伝いに運んだとされる。現在も六流保存され、時報として保存され宝物殿で見ることができる。近世には、徳川氏から、事領安堵を受けている。ありがとうございます。